盗賊の頭を倒すため、アジトへ乗り込んだ一行。しかし、盗賊の手下たちが行く手を阻む。想像以上の強さに動揺するも、なんとか奥の頭の部屋に到着した。頭は剣術の名人というだけあり、凄まじい剣術を繰り出す。そこでまさかのハプニングが起きてしまった。ウプ主の持っている剣が消滅してしまったのだ。武器をなくしたウプ主は頭を倒すことができるのか？ミイクラ第3話スタート。どうしよう。剣が壊れちゃった。こんな大変な時に。じゃあどうやって戦えばいいんだよ。とにかく体力を回復してください。そうだね。おいおい、剣はどうしたんだ？あんたのせいでぶっ壊れたのよ。弁償しなさい。あっは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 、そいつはかわいそうなこった。もうこの際ぶん殴り攻撃だー。危険。爆裂斬り。爆裂斬りなら避けるのが簡単だぜ。おやー、ひび、ぶん殴り。ひびでもなんでもないですが、その調子で殴り続けましょう。あいつの残り HP は15よ。あともう少しだ、頑張れ。く、俺様がこんな奴ごときに負けるか。あと7回ぶん殴れば勝てる。今です、殴り続けてください。おのれ。バカな。この俺様が負けるだとー。やった。素手で勝てたわよ。ほんと一時はどうなるかと思ったぜ。無事に町に戻ってこられてよかったです。諦めなくてよかったよ。ゲットしたお金で意見を買いましょう。スキルを習得すれば戦いがより楽になるぞ。スキル。ウプ主もさっきの頭みたいに必殺技が使えるようになるのかもよ。おお、それは嬉しいね。とりあえずまずは公爵に報告に行こうぜ。金一封、金一封。公爵、完了しましたよ。おお、やってくれたのか。ほら、約束のものだ、受け取ってくれ。ちょっと公爵これだけだって。これだけです。お主は難しい仕事を難なくこなしてくれるようだ。実はまだ頼みたいことがあるんだ。手が空いたらまたわしに話しかけてくれ。難なくってわけじゃないですけど、まだ何かあるんですか？お主ならばまた頼みを聞いてくれると信じていたぞ。さて、次の依頼は忌々しいゾンビについてだ。ゾンビですか？最近になって突然レクトの森でゾンビが大量発生しているのだ。ゾンビなんて夜には自然と湧くものじゃないの。現状では何が原因かわからないが、おそらく森の深部にネクロマンサーが住み着きおったのだろう。そこでお主には、まずはネクロマンサーに気づかれずにゾンビを一掃してほしい。そしてその証拠としてゾンビから腐った肉を10個ほど剥ぎ取ってくるのだ。剥ぎ取るって結構エグいこと言うもんだぜ。まあ一応証拠としてよろしく頼む。わかりました。それと、ゾンビは病気を持っているから気をつけるのだぞ。もし病気になってしまったら、この町の教会に行って祈るか、錬金屋で治療薬を購入するといいぞ。それと、ダンジョンから町に戻りたいときはダンジョンの入り口の光っている場所に触れると良いぞ。なるほど、よくわかりました。ゾンビは病気なのね、こいつわかってねえ。ゾンビを倒して肉を10個ここへ持ってくる、それが次のクエストだね。ゾンビは盗賊よりも倒しやすそうだな。ゾンビを倒しに行く前にしっかり準備していかないとね。あれ、なんか洞窟みたいな場所があるぜ。人も立っていますね。ちょっと殴り込みに行きましょう、普通に行け。すみません。ここは何ですか？掘って掘って掘りまくれ、鉱山料は金になるわい。ガッハッハッハ。ガッハッハッハ。ジジイ版霊夢だな。はい、霊夢さんみたいなジジイでした。おお、ここで鉱石を掘れば一攫千金ね。でも鉱石を溶かすためのかまどがないから今はただの石だよ。さあ森に着いたぜ。この森でゾンビが大量発生しているのね。雰囲気的には悪い感じはしないですね。うわ、雲が出てきた。ゾンビじゃなくて雲の間違いなんじゃない？こいつなんで左手用の剣使ってんだ。ちょ、鉄の剣なのに全然切れない。ウプ主さんにはまだ早いということですよ。あ、怪しい洞窟を見つけたわよ。うわぁ、ゾンビだ。森には一体もいなかったのに洞窟入った途端に現れやがった。落ち着いて一体ずつ倒していきましょう。あ、昼間だから焼けてるわよ。洞窟から出て戦った方が有利だね。おいおい、有利だからって気を抜いてたら倒されちまうぜ。その感じでもう一体も切ってやりましょう。おやー。ふう、なんとか倒せましたね。ここが洞窟の入り口だったからよかったものの、洞窟内で戦うことになったらもっとうまく立ち回らないといけないわ。うん、切るタイミングもうまく取らないとね。ウプ主にしては今の感じ良かったんじゃねえか。はい、今みたいに切れたらスムーズな戦闘ができますね。今の感じ。さあバシッとやっちゃってください。ゾンビ斬り。うまく切れると相手を吹っ飛ばせるからいいよな。ゾンビなんて盗賊に比べたら可愛いものだ。
弓も使ってこないし戦いやすいわね。あ、なんか看板がありますよ。出ていけだって。ネクロマンサーがこんな看板を立てたのか。あら、この先には進めないみたい。私がもしネクロマンサーならこんな看板は立てないと思いますが。誘い込んだ方が襲いやすいしな。これは公爵に相談してみないとね。一旦町に戻ってみよう。あ、そういやゾンビの肉が10個必要だったんだ。でも洞窟内の全てのゾンビを倒したが6個しかゲットできなかったぜ。もう一度森へ行くしかないですね。剣が壊れそうだからもう一つ買っていこう。ゾンビを夢中で倒してたらエメラルドが46個になってたぜ。ゾンビ狩りに出かけましょう、言うと思ったぜ。盗賊よりもゾンビを倒した方が儲かりましたね。だったら家なんて買ってみませんか。家ってマイホームってことですか。そうそう。場所はハンネの本屋の隣と高立地な上に、2階建てで広いよ。2階建て。しかも30エメラルドで家が購入できちゃうんですか。ああ、破格だろ。こんな好条件で買わないなんてもったいないわ。そうだね。私、家買います。毎度あり。これでこの家は君のものだ。夢のマイホーム。こんなに早くゲットできるなんて。ここがそうですね。好条件の割に安いと思ったら。まさか家の中が荒れ放題だったなんてな。自分じゃこの蜘蛛の巣片付けられないみたいね。値段が比例しない物件はやっぱり何かあるということですね。有料でクリーニングサービス受付中だよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけーん、ポン、あっち向いてー。ほい、拠点も手に入ったしますます冒険が楽しくなりそうだな。それじゃあまたな。